斉藤時よりは、平安時代末期の武士、そう、明治期に、高山貯牛の小説、滝口入道の題材となった。父は、斉藤左衛門の城以来、平家物語では、三条、斎藤左衛門大部茂より、平家物語によれば、内大臣、平野重森に仕えたが、恋人、横笛への思いを断ち切るために出家し、滝口入道と呼ばれる。 宮中敬語にあたる滝口武者であったため、出家後の名前の由来となる。また、六原武士でもあった。その後、修行を積み、高野山新言宗別格本山の大円院の八大住職にまで、なったという、斉藤時由の出家は、史実で、福井県史によれば、母は、平野時忠の室、卒天寺の馬で、地福山法輪寺において出家し、安徳天皇即位に伴い、 官職人名刑を持つ、卒天時に、滝口武者に取り立てられたという。なお、平家物語における横笛との比例は、明治26年に、高山貯牛がそれらを題材にした、小説、滝口入道として発表された。内大臣、平野重森に仕えた、滝口武者、斉藤重頼の子に、斉藤時頼という武士がいた。身の丈は六尺近くあり、母を早くに亡くし、 成人した後に、父と同じく重森に仕えた。時は、平家前世の時代。時の権力者、平清森は、我が世の春を謳歌していた。ある日清森は、西八条殿で、花見の縁を催し、斎藤時よりもこれに参加していた。この時宴の余興として、県霊門院に仕えていた横笛が舞を披露した。それを見た時よりは、横笛の美しさ。 舞の見事さに一目惚れしてしまった。その夜から横笛を忘れられない時よりは、恋しい自分の気持ちを横笛に伝えるべく、文を送ることにした。数多の男らから求愛される横笛であったが、無骨ながら愛情あふれる時よりの文に、心奪われ、愛を受け入れることに。しかし、時よりの父は、この身分違いの恋愛を許さなかった。傷ついた時よりは、 横笛には伝えずに出家することを決意した。佐賀の王城院に入り滝口入道と名乗り、横笛への未練を断ち切るために、仏道修行に入った。これを知った横笛は、時よりを探しに、あちこちの寺を訪ね歩く。ある日の夕暮れ、佐賀の地で、時よりの年中の声を耳にする。時よりに会いたい一心の横笛だが、時よりは会う。横笛は都へ帰る途中、自分の気持ちを伝えたく。 近くの石に山深み思い入りぬる芝野との誠の道に我を導けと指を切りその地で書き記したという月岡義都氏が月の百姿法林寺の月横笛1890年滝口入道は横笛にこれからも訪ねて来られては修行の妨げとなると女人近世の荒野山世紀吉院へ今日移すそれを知った横笛は悲しみのあまり 大井川に身を沈めたとも、なら、北家寺へ出家したとも伝えられる。横笛の詩を聞いた、滝口入道は、ますます仏道修行に励み、その後、高野清となった、大縁院の八大住職を務め、元略元年には、紀州の勝浦で、平これ森の受水に立ち会っている。ありがとうございます。